どうも、ハンサムクロージです。はい、今日はちょっとスイーツを買ってきました。こちら、セブンの抹茶のかき氷です。と、こちら、わらび餅白玉ぜんざい。この2つを合体させると、とっても美味しいというのをツイッターで見かけまして、じゃあやってみましょう。というわけで、盛り付けにはこのスプラトゥーングラスを使っていきたいと思います。こんな感じになってます。これを砕いて、ここに入れます。抹茶氷を盛り付けました。で、白玉とわらび餅は別にしとくんです。で、一回取り除いてこんな感じにします。ホイップとこの下には小豆が入ってます。これをグラスに盛り付けていくと、綺麗にグリッてやれば一発で済みます。最後仕上げに白玉とわらび餅をトッピングする。はい、できました。じゃじゃん、スプラトゥーンパフェ勝手に名前つけちゃった。じゃじゃん、セブンはパフェです。わー、美味しそう。抹茶とわらび餅と白玉とホイップあんこ。はい、じゃあいただきます。嬉しいな。真ん中、あ、結構もうぐっちゃぐちゃにして食べちゃおう。わー、いいかもいいかも。もう抹茶とあんことホイップと白玉とわらび餅がもう一気にこのスプーンの中に入ってきました。いただきます。うまっ、うまっ。やっぱ抹茶いいっすね。いや、前このわらび餅あんの白玉ずんざい食べた時、僕白玉も好きだし、わらび餅も好きだし、あんこも好きだし、ホイップも好きなんで、全部美味しい、好きなものだけですごい美味しかったんですけど、やっぱ全部甘いから味が締まらないんですよね。そこにですよ、この抹茶氷、しっかり苦味があるのが特徴なんですよね。それがわらび餅&白玉ぜんざいとこう組み合わさった時に、もうスパークしてる、スパークしてる。本当美味しい。ごちそうさまでした。中ハンサム。いやー、思いついたね。これを思いついたお名前をディスクユリオンさん、最強ですね。へえ、 DJ の人だって。山本佐穂さんの岡崎に捧ぐっていう漫画に出てくるスギちゃんがこの人なんだ。へえ、僕読んだことはないんですけど、山本佐穂さんがラジオに出演されてるのは聞いたことある。他にもいっぱいあるよ。すごい、こんな組、こんな組み合わせも、すごい。あ、これは美味しい絶対。うわ、すごい、すごいです。あ、同い年だ、しかも感心してしまった。はい、というわけで、気になる方はぜひとても美味しいのでお試しください。皆さんもね、こういうの考えてみたりとか試してみたら面白いんじゃないでしょうか。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。